秋田県立本庄高等学校は、秋田県由利本庄市に所在する県立高等学校。本校の通称で呼ばれている。秋田県内で4番目に設立された旧正本庄中学校を前身とする公立高等学校。進学重視型単位制及び三学規制を採用している。郵文勝負が校税で、部活動ではインターハイ常連の探偵部をはじめ、 公式野球部、柔道部、弓道部などで全国大会に出場経験がある。応援の際には男子生徒が肩を組んでから上半身を前後に反らせるのが特徴的である。現在の校舎は三代目で屋根は瓦である。校舎までには500メートルほどの急な坂があり、多くの運動部が走り込みを行う。また、この坂は道に沿って桜が植樹されていることから、 桜坂と呼ばれている。制服は男子は創立以来の黒の学生服。女子は冬服は濃紺のブレザー、夏服はセーラー服にブルーチェックのスカートとなっている。4月に行われる運動会では3年生の男子が文系と理系に分かれて棒倒しを行うのが伝統である。6月に行われる文化祭は校訓である霊労働期にちなんで、 霊老祭と呼ばれている。クラスごとに仮装をし、劇などを行う仮装パフォーマンスは、本場公演などを利用しての一般公開もされている。ありがとうございます。